あ、そう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 。皆さんこんにちは。雨が心配でしたけど、今少し大丈夫になってよかったかなと思います。登山部から軍拡やめろ、軍事費増やすな、納税反対、最低発揮反対、日野公新基地建設反対、統治機構協会癒着徹底追及、命と暮らしを守れ 1.23 国会開会行動を始めます。よろしくお願いいたします。ちょっと最初噛んでしまいましたが、今日の司会は憲法共同センターの宮沢です。よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、主催者挨拶を球場壊すの実行委員会、高田健さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。寒い中ご決心いただきましてありがとうございます。今日から211国会通常国会が始まります。この国会は議論しなければいけない問題点が山積しています。岸田内閣がこの間の政治の特徴を見ていますと、官邸独裁とでも言うべき、そういう政治をしていることに非常に怒りを感じます。安保三文書の問題もそうだ、会見の問題もそうだ、そして原発やコロナやさまざまな人々の生活と権利の問題もそうです。全く官邸独裁、安保三文書に至っては臨時国会をわざわざ終わらせて、その1週間もしないうちに閣議決定をする。今度の三文書の法に関しては間もなく通常国会が始まるというのに、わざわざヨーロッパとアメリカに行き、アメリカのバイデンと会談をして、この安保三文書を報告する。国会は岸田内閣の下でどこに行ったのか、三権分立は、立憲主義はどこに行ったのか、非常に怒りを感じます。とりわけこの安保三文書に関して言えば、敵基地攻撃動員や、あるいは5年以内に軍事費を倍増させるとか、軍国主義の道を急速に歩んでいることに対して、私たちはこのまま容認するわけにはいきません。なぜ国会できちんと議論をしないで、こそこそと国会に隠れて、世論に隠れてこういうことをやるのか、とんでもない政治が横行していると思います。だから多くの人々が今戦争の危険というのを肌で感じている。本当に有名になってしまった森田和義さんのサモリさんの今年は新たな戦前だという話、実は彼だけではなくて多くの人が戦後の終焉とか戦争が近づいているとか、そういう心配をしている。私たちが街頭に出れば、若者たちが以前とは違って署名に積極的に応じてくる。自分たちが戦争に生かされる危険というのをひしひしと感じながら、この第211国会を今迎えていると思います。そして憲法に関して言えば、どこかで聞いたような言葉、自分の任期中に改憲をやる、このことを岸田内閣は、岸田首相は繰り返しやっている、言っている。任期中の改憲、すでに安倍元首相がそれに破綻して政権を投げ出さざるを得なくなった。私は岸田首相が今言っている任期中の改憲というのも、この安倍元首相の道をたどるものだと確信をしています。彼に任期中の改憲などできるわけがない。やるならば今年中に改憲議案を作らなければほとんど不可能。そういうことを私たちはさせない。国会の中の野党と市民が結束をして、絶対任期中の改憲などはさせない。そしてさらに、官邸独裁の最たるものは、例えば原発の
持病の延長とか心臓とかそういうことを突然に言い出す。あの2011年の時に多くの人々がどう考えたのか、官邸は勝手にそういうことをやっている。そしてコロナの問題でもそうです。五類に変えるということを突然言い出した。何のことはない、経済的な都合で人の命をもてあそんでいる。今決してコロナは収まっていません。多くの人が今亡くなっているじゃないですか。そういう中で官邸が勝手にコロナの五類に変えるなどというやり方、許せたものではありません。そして今春闘で労働者が物価高の中で非常に苦しんでいる時に、ごく一部の大企業に少しのベースアップをやることで、あたかも政府が労働者のベースアップを進めているかのような、そういう自慢的なやり方をしている。大多数の企業でこのままそういう大企業と同じようなことができる条件にない。これをどうするのか。私たちは政府があたかも労働者の賃金を上げようとしているような自慢に対して許すことができないし、賃上げは労働者が戦わない限りやっぱり勝ち取れないんだ、改めて思います。こんな自慢を相次いでやっている中で、とりわけ安保三文書に関しては、私は今度の国会でぜひ議論しなければいけないのは、防衛費の額の多い少ないとか、それからそういう問題で、議論をすることではなくて、まず今軍事費を拡大することがどういうことなのかという、軍事費の拡大に正面から野党の皆さんは議論を挑み戦ってほしい、このことを思います。合わせて増税をやって防衛費を軍事費を、見つけてくるとか、どこからという財源の議論が大事なわけではありません。財源が大事でないとは言いませんけれども、財源の問題や額の高の問題に、この軍事費の議論を絶対野党の皆さんを振り返させてはならない。軍事費を今拡大すること自身が問題なんだ。アジアの本当に平和をやるために、この防衛三文書の道はアジアの緊張を激化させる道だ。隣の国と仲は悪くなっても、隣の国は引っ越すことができない。朝鮮や中国の悪口を言っても、朝鮮や中国と離れたところに我々が移動するわけにはいかない。地球ってのはそんなもんじゃないですか。ならば隣の国と仲良くする以外に道はないんです。どうやって仲良くするのか。今度の防衛三文書には平和の戦略がほとんどないんです。戦争をやる戦略だけで、平和の戦略で唯一聞けるちょっとあるかなと思うのは、日本が軍事力を強化することが抑止力になるという話です。全くでたらめな話です。軍事費を強化したら本当に抑止力になるのか、日本が強化したら相手も強化する、抑止どころではなくて拡大ではないか、こういうでたらめを言うことで防衛三文書を進めようとしているこの岸田内閣に対して、多くの世論がやはり今は疑問を持って、今日発表になった世論調査でも内閣の支持率は 27% じゃないですか。もうほとんど当確寸前のところですよ。多くの人が今気がついてる。今大事なことは、だから自信を持って野党と市民はしっかり結束をして、この岸田内閣と戦うという道を選ぶ必要があるんだと思うんです。遠慮することはないと思います。戦えば道は開ける。この統一地方選がある、あるいは衆議院の補選がある、いろいろありますけれども、今年中にも岸田内閣は倒れるという話が持ちきりじゃないですか。
黄金の3年なんていう話はもうどっかに行っちゃってる。私たちはこの官邸独裁を進める岸田内閣を市民と野党のしっかりした結束で、そして国会会で断固として戦うことによってこの内閣を打ち倒していきたい。今年はぜひ一緒に頑張りましょう。国会の冒頭にあたって以上申し上げて、総務係り行動からの挨拶といたします。ありがとうございました。それでは国会初日にたくさんの議員の方が駆けつけてくださいました。順番に全体の挨拶をいただきたいと思います。到着順でご紹介いたします。まずはじめに立憲民主党から吉田忠智参議院議員です。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。立憲民主党参議院議員の吉田忠智です。立憲民主党からは岸真紀子参議院議員も参加をしております。またおいおい来るかと思いますけれども、どうぞよろしくお願いします。そして恒例の寒い中国会前行動に参加をされた皆さん、大変お疲れ様です。そしてこの間、平和憲法を守り生かす取り組みや脱原発、またジェンダー平等など人権政策の推進、そうした課題の前進に向けて粘り強く行動されている皆さんに心から敬意を表しますとともに、昨年の参議院選挙では大変お世話になりました立憲民主党に対する温かいご支援ご指導につきましても改めて感謝申し上げます。私は亡くなった方に恐縮でありますけれども、これまで安倍政権が史上最悪の政権だと思っておりましたけれども、岸田政権こそ史上最悪の政権ではないでしょうか皆さん。そうした中で今日から第211通常国会が始まります。114兆円に上る史上最大規模の来年度当初予算、そして60本の法律案、12本の条約案が提案をされます。感染症の司令塔機能を設置する法案や、あるいは入管難民法など重要法案も出されますけれども、昨年の閣議決定を受けて防衛費を確保する法案や原発を使用延長を内容とする法案など、またあろうことか学術会議に関わる法案など問題のある法案も出てきております。野党共闘を大事にしながらしっかりこの通常国会戦っていきたいと考えています。多くの課題が持ち越しになっています。ロシアによるウクライナの軍事侵攻から明日で11ヶ月になります。そしてそれを受けての防衛政策の見直し議論、特にロシアによるウクライナ侵攻は泥沼の様相を呈しています。私は日本外交の姿が見えない、アメリカや G7 や NATO に突き従うだけで日本の立ち位置を生かした外交努力によってこのロシアによるウクライナの侵攻を止める、そういうことはしていないのか、陰でやってるかもしれませんけども、全然そういう姿が表に出てきません。それが日本外交の役割ではないでしょうか皆さん。そしてこうしたロシアによるウクライナの侵攻、国民の不安が高まっています。日本がどうなるのか、北朝鮮による度重なるミサイルの発射、台湾有事とも言われる緊張が高まっている状況、そうした中で国民の不安に乗じて昨年12月16日国会が終わって、ことのあろうに日本の防衛政策を大転換をさせる、まさに軍事大国化への道を開く閣議決定が行われました。またこれもロシアによるウクライナの侵攻の影響もございますけれども、エネルギー価格の問題やカーボンニュートラルなどを理由にして原発回帰のそうした動きも
出てきております。私はこうした動きを捉えて、ナオミ・クラインさんが言いました三次便乗主義、ショック・ドクトリー、この言葉を思い出しました。戦争や大惨事が起こった時に、今までできなかったような悪い方向での大胆な政策転換をしていく、これがこの軍事大国化原発回帰の決定ではないでしょうか。いずれにしてもこの状況を私たちは放置するわけにはいきません。平和国家としての日本のありようをしっかり続けていくために、憲法9条平和憲法を生かした外交努力こそ前面に立って進めていくべきだ。そのことをこの通常国会でもしっかり訴えていきたいと考えています。防衛費を将来的に GDP の 2% にしたら11兆円です。アメリカの100兆円、中国の30兆円に次ぐ世界第3位の軍事大国になるなど、皆さんありえないのではないでしょうか。そうした思いでしっかり取り組んでいきたいと考えています。それから憲法をめぐる動きでありますが、私も参議院の憲法審査会の次席幹事も務めています。昨年の通常国会、臨時国会で私たちも頑張ってややクールダウンしましたけれども、やはり憲法審査会、この動きをしっかり私たちも対応していかなければならない、そのように考えています。本当です。毎週開催などありえない、しっかり冷静な議論をしながら、今大事なことは憲法を変えることではなくて生かすことだ。そのことを主眼にこの憲法審査会については臨んでいきたいと考えています。物価高に見合う実質賃金の引き上げ、また旧統一教会の問題など、それも課題として積み残しになっておりますから、しっかり議論して対応していきたいと考えております。いずれにしても国会の中での戦いと委員会の戦い、大衆行動が固く連携をしてこそ今の流れを変えることができると思っております。そしてそれを具体的に私たちの行動で表すことができるのは選挙でございます。統一地方選挙、いよいよ近づいてきました。統一地方選挙については、それぞれ立憲野党切磋琢磨して戦いますけれども、この国会の議論でも統一地方選挙で戦われる皆さんの後押しになるような、そうした議論をしっかりして自民党に逆風になるような議論にしていかなければならない、そのように考えています。そして私は年内必ず衆議院選挙が行われる、そのように確信をしています。衆議院選挙は野党をしっかり共闘して、そして岸田政権、あるいはその前に岸田さんは辞めているかもしれませんけれども、自公政権に厳しい審判を下す、打倒に持ち込んでいくぐらいの戦いを皆さん方としていきたいと考えております。今年も多難な1年になりますけれども、市民の皆さんとそして立憲野党の共同で諸課題の前進に向けて、立憲民主党としても全力で取り組んでいく、そのことを決意を申し上げまして、連帯のご挨拶にさせていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。最後のお話が立憲民主党吉田貞智参議院議員でした。続きまして日本共産党から山下佳紀参議院議員です。よろしくお願いいたします。寒い中たくさんお集まりいただきありがとうございます。日本共産党副委員長の山下佳紀です。今日は日本共産党から木田佳子、上智子、伊藤岳、田村智子、岩渕友、井上聡、山越拓、倉林明子、二比総平参議院議員が参加をしております。この国会は市民と野党の共闘の原点である立憲主義を守る上で正念場となる国会です。岸田政権は昨年の12月に安全保障3文書を閣議決定し、敵基地攻撃能力の保有と大軍拡を宣言いたしました。まず言いたい、勝手に決めるな。大体皆さん
安保3文書の中には、この方針は日本の安全保障政策を大転換するものだと自分で書いてあるんです。ならば国会に諮り、国民の声を聞き、選挙で国民に信を仰いでから決定するのが当然ではないでしょうか。しかも岸田さんは1月早々ワシントンに行って、日米首脳会談でこの大軍拡の方針を米国から支持された。次は国会の論戦で国民に説明をする番だと言いました。順番が逆ではありませんか。逆なのに逆だと自覚してないところが怖いんじゃないでしょうか。皆さん、こんなことを許したら日本の国は民主主義の国でも独立国でもなくなってしまいます。力を合わせて岸田政権の暴走を止めようではありませんか。安保3文書はもちろん憲法違反です。同時にこの文書には2つの大きな嘘があります。専守防衛に徹し、他国に脅威を与える軍事大国にはならないと書いておりますけども、 GDP 比 2% の軍事費を本当にやったら、アメリカ、中国に続いて日本は世界3位の軍事大国になってしまいます。すいません、切れてました。でも最初からはやりません。さらに射程が1600キロもあるトマホークミサイルをアメリカから500発も買うんです。まさに皆さん、他国に脅威を与える軍事大国そのものではないでしょうか。皆さん、もう一つ、自分の国は自分で守ると言いますけども、安保3文書の一番現実的な危険は集団的自衛権行使の際にも敵基地攻撃能力を使える、はっきり書いていることです。日本が攻撃を受けていないのに、アメリカが海外で戦争をやる、そしたら日本の自衛隊が一緒に出かけていってアメリカの相手国に敵基地攻撃をする。その結果はアメリカの相手国から日本が報復攻撃を受けることになるのは必要ではないでしょうか。日本を守るどころか、アメリカの戦争に日本を巻き込み、日本の国土を廃墟と化す、これがこの文書の一番危険な、現実的な危険だと思います。国民は見抜き始めています。タモリさんが新しい宣伝という言葉で警鐘を発しました。どの世論調査でも軍拡に伴う増税に反対だけではなくて、軍拡そのものに反対という声が多数になってまいりました。2つの論争を徹底して広げて、岸田政権による大軍拡に反対しよう、この一点で手を広く携えて国民的大運動を起こそうではありませんか。国会と論戦と結んで勝手に決めるな、衆議院を解散して総選挙で信を問え、この声を全国に広げようではありませんか。評論家の加藤修一さんが、戦争の準備をすれば戦争になる、平和を作ろうと思えば平和の準備が必要だとおっしゃいました。その通りだと思います。市民連合の皆さんが唱え、私たち日本共産党も提案している東南アジア諸国連合 ASEAN と協力して、戦争の心配のない対話と協力の地域に東アジア全体を変えていく、これこそ平和の準備ではないでしょうか。この道を行こうではありませんか。昨日大阪で演説会の後、男性から声をかけられました。質問があります。非正規雇用についてどう考えますか。聞くと、この方は41歳、大学を卒業してからずっと非正規で働いてきた、親と同居していた。僕と同世代の人の中には結婚できない人がたくさんいます、と言って悔しさをにじませていました。私は言いたい、異次元の少子化対策というんだったら、少子化の一番根本にある非正規雇用を4割まで増やした政治の責任に反省をして改めるべきではないでしょうか。暮らしを守り、少子化を本当に克服するためにも、皆さんと一緒にがっちりスクラム組んで頑張りたいと思っております。反戦平和の党、国民の苦難解決を
第一に頑張ると、私たち日本共産党も市民と野党の共闘の一翼を担って新しい政治を作るために頑張ることを決意表明し挨拶といたします。頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまのお話は日本共産党山下良樹参議院議員でした。続きまして沖縄の風高田哲美参議院議員です。よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。旧正月が昨日でした。明けましておめでとうとは沖縄からは言えません。そんな状態ではない。皆さん一緒に明けまして頑張りましょう。そして今日は沖縄の風代表の二杯おじさんも一緒に来ております。私は二杯おじさんが安保防衛そこの専門家です。私は憲法の専門家ですので憲法の話を少ししたいと思います。憲法の全文改めて見てみると戦争という文字があります。これは戦争の惨禍と書いてます。これ誰が起こしているのかというと政府の行為です。憲法はちゃんと見ている。政府の行為によって再び戦争の惨禍がないように何を決意するんですか。ここにあるのはこの戦争が再び参加がないように国民にここに主権が国民に存することを宣言しています。これはこれまでは憲法が私たちを守ってきました。今度は私たちが憲法を守らなければならないんです。しっかり守っていきましょう。そして、沖縄の状況はですね2、3日前に那覇軍港の近くでですね今いろんなことが行われてまいりましたけれども避難訓練、この避難訓練ちゃんと明言してます。弾道ミサイルが飛んでくるから避難するということを言ってるんです。これが今現実にこの避難訓練の中身なんです。災害とかそういうものではないんですね。どこの国と戦争しようとしてるんですか。どこかから宣戦布告を受けたんですか。これ以上沖縄戦は再現されてはならないということを皆様に一緒にですねこの防いでいくということを国民主権の主権力を表しましょう。そして現実は沖縄復帰前に主権在米と言われてました。今日本が主権在米になってます。内閣の決めること、いろんなことも本当にアメリカの思う通りになってきている。そしてこの国民主権の主権在民だけじゃなくて基本的人権も基本的人権の保護にされてます。もうこれは基本的人権をまず第一に守るべき。政府が今やろうとしているのは主権在米の思う通りにやろうとしてしまっている。国民の人権を守ろうという形ではないということ。そして平和主義と言いますけれども9条第2章は戦争の放棄です。戦争を放棄するんですよ。今やろうというのは戦争を実施しようとしている。これも全く違う日本国憲法の三原理をそのままひっくり返しているのが今の状況です。そして私たちがこの平和主義というときには実は平和主義は9条だけではありません。すべて平和主義なんです。憲法は平和主義の憲法なんです。だから国政も平和主義の国政をしなきゃならない。予算も平和主義の予算でなければならない。地方自治も平和の自治でなければならない。外交も平和外交じゃなければならない。すべての国家行為が平和に結びついていけない、結びついていけないといけないということです。これをしっかり私たちまた実施をしていきたいと思います。そしてこの文革の問題もですね今沖縄の状況ではこれが日本中に広がっていくということですので主
権者としてこの節税の問題があります。本当に私たちのところから出てるということをしっかり広げて、主権者の力を広げるということで、ぜひとも今日は自分のここでの領土なりだけじゃなくて、家に帰ってあるいは近所の領土なりにこの主権者の力を広げていくということをやれば、6000万人の憲法を守る力が発揮できるということですので、ぜひとも皆さんと一緒にですね、また沖縄の風も風を吹かせながらしっかりと一緒に頑張ってまいりたいと思います。ありがとうございました。憲法の講義でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまのお話は沖縄の風、宝富士水産議員でした。それでは最後になります。高井民主党から福島美穂さん議員です。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。紹介していただきました社民党党首参議院議員福島美穂です。今日国会開会日、たくさんの人が国会に駆けつけてくださって本当にありがとうございます。211通常国会どうですか。皆さんこの国会を岸田内閣打倒国会にしていこうではありませんか。もうすでに内閣の支持率は 28.1%、 圧倒的に不支持が広がっています。国民を見ない、国民の声を聞かない軍拡大造成の岸田内閣、もう退陣してもらおうではありませんか。そのために私たちみんなの力で岸田内閣打倒、命を軽んずるこんな内閣いらない、そんな声を上げていこうではありませんか。年末安保3文書が出ました。とんでもありません。敵基地攻撃能力、集団的自衛権の行使で行使すると日米で話をしているじゃないですか。まさに日本が攻められてないのに先制攻撃をする、沖縄が南西諸島が反撃を受ける、日本全土が戦火にまみれる、こんな安保3文書絶対に許してはならないと思いますが、どうですか。私たちはこの安保3文書が作ろうとしている未来、戦争する国、新たな戦前を作ろうとしているこの安保3文書と違う未来をみんなで作っていこうではありませんか。安保3文書が作る未来など、そんな未来に住みたくありません。安保3文書ではない違う未来をたくさんのたくさんの皆さんたちと全力で作っていきたい。皆さんどうですか。そのことにかけていこうではありませんか。皆さん予算案だって問題です。6兆8000億円防衛費、それだけではありません。軍需産業強化基金3兆3000億円です。どうですか。今国会予算案だって問題、福祉や教育予算足りないじゃないですか。コロナだって5類に移行しようという動き、これどうでしょうか。もうコロナで苦しむ人たちのために税金使わないぞ、大軍拡のために税金使うぞ、そういう話ではないでしょうか。だから今国会大増税、大軍拡、大増税より生活、そんな国会にみんなでしていこうではありませんか。今国会提出される予定法案に防衛産業強化法案があります。あろうことか軍事工場、成り立っていかない軍事工場も国営化して業務委託する、そんな中身が含まれています。どうですか。なんで儲からない軍事工場、行き詰まっている軍事工場を国が国有化して税金で賄わなくちゃいけないんですか。悪いけどどこにお金を捨てるようなもんだと思いますが、どうですか。軍事工場国有化してはならないですよ。財政の面からも軍事が進んでいる、このことを止めたいんです。皆さん予算案認めない、安保3文書の撤回を求める、違う未来を作っていきましょう。そして今国会あの廃
した入管法改悪法がまたゾロ出てくる予定です。学術会議潰し法案、学問の自由がないところに私たちの表現の自由もありません。新たな戦前を作らせない国会、まさに自由が、民主主義が、平等が、平和が壊されない、作っていく、そんな国会にしたいと思います。古い話ですが、社民党2002年に北東アジアにおける安全保障構想、アジアを回って土井孝子さんがドイドクトリンを作りました。今こそ北東アジアにおける非核化、北東アジアにおける安全保障構想、たくさんの国のたくさんの人たちと一緒に作っていきたい、そう思っています。戦争の準備ではなく平和の準備を、戦争ではなく平和を。戦争する国は基本的人権が侵害される、監視社会、自由がない、だからそんな社会に住みたくないんです。戦争準備ではなく日本国憲法が生きる社会、どうですか。岸田首相は国民に国を守る決意と言いました。間違ってますよ。説教垂れ垂れ国民にするのではなくて、まさに憲法9条が規定する戦争しない、そんな政治をこそ政治家は作っていくべきではないでしょうか。憲法を守れ、それが政治に向けられています。権力者に向けられています。そんな政治を皆さんたちと全力で作ってまいります。今国会、まさに岸田内閣打倒国会、軍拡大増税より生活国会、戦前ではなく平和を作る国会、暮らしを守る国会、それをたくさんのたくさんの皆さんたちとのろしを上げて運動して、地べたからの民主主義で皆さんたちと作っていきたい、そう思います。どんなことがあっても戦争反対です。戦争につながるいかなることにも私たちはコミットしない、踏みしない、そんな立場で悪法を絶対に上呈させない、そんな立場でみんなのために頑張っていきましょう。社民党も立憲野党の一翼として、市民連合の皆さんたちと野党共闘、市民と力を合わせる地べたからの民主主義でこの社会を作っていく、そのために全力を挙げると誓い申し上げ、心からの挨拶といたします。通常国会頑張りましょう。国会議員の皆さん、ありがとうございました。国会の中と私たちとで皆さんで協力して頑張っていきましょう。それではここで共産党の皆さんにお願いがあります。今年もまたこうして集まって集会をしたり、チラシを作ったり、頑張っていくためにマスパが必要です。ぜひお願いします。今スタッフが袋を持ってまいりますので、ご協力お願いいたします。それでは続いて市民の発言に参ります。はじめに市民連合新潟から副局長佐々木宏さんが駆けつけてくださいました。佐々木さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、新潟の市民連合の佐々木です。皆さんと同じで、今この国会永田町で行われていることがもう我慢ができなくなって新潟から駆けつけました。今朝早起きして朝新幹線に乗ってやってきました。ありがとうございます。岸田首相は昨日、皆さんご存じのように国防への国民の決意を訴えたそうです。一体何の決意でしょうか。国民の生活がこれほど窮乏して苦しくなっているのに、そして次世代に回す国の借金がこれほど大きくなり、対 GDP 比で世界第一になってしまっているのに、身の丈に合わない兵器をアメリカの言うがまま爆買いして、隣国を攻撃する能力を持つために大増税する、その覚悟をしろというのでしょうか。本当に国民を
侮辱していると思います。全くその通りだ。皆さん、私が最も耐えられないのは、自分の納めた税金が再び隣国の市民や国民を殺すために使われる、弾薬やミサイルに使われるということです。日本人は再びアジアの友人たちに対して戦争の加害者となってしまう。アメリカ軍と一体化した自衛隊による敵基地の攻撃能力とはまさにそういう意味です。これまでも自公政権は特に冷戦以降、日本の平和主義の外堀を埋め、憲法を骨抜きにしてきましたが、少なくとも建前としては専守防衛を守ってきました。しかし今回の安保大改定は、岸田政権が何と言い訳をしようとも、それを根底から覆してしまいます。これによって先の大戦であれほどの犠牲を払って決意した日本の平和主義は息の根を止められてしまいます。日本の若者が、自衛官が再び隣国の人々と命のやり取りをする、そのような悪夢を再び現実のものにしてはなりません。またウクライナの戦争を見ても分かるように、現代戦争の最大の犠牲者は一般の市民と生活者です。ウクライナの人々もつい昨日まで自分たちが戦争に巻き込まれるとは思っていませんでした。ひとたび戦争が始まってしまえば、市民にとってはそれは死と破壊を意味します。抑止力と物知り顔で言う人がいますが、実際いくら軍事力を強化しても、それは安全や平和を決して保障しません。歴史が証明するように、むしろ軍事同盟こそが、戦争への準備こそが戦争を招き入れます。これも歴史上得てして戦争を招いたほとんどの政治家たちは、その戦争をコントロールできず、戦争を終わらせることもできません。皆さん、核兵器の時代において戦争に勝者はありません。ウクライナ戦争を見ても分かるように、始まってしまえば全ての国民が敗者となります。今必要なのは戦争への準備ではなくて、平和のための準備です。市民連合は今から8年前、安保法制の廃止と立憲主義の回復を訴えて誕生しました。あれから8年間、立憲主義のは踏みにじられたままで、何の国民的な熟議もないまま、また今度は平和主義の息の根を止める政策転換が行われようとしています。皆さん、何とかしなければならない。新潟には世界最大の原発があります。今年は私たち市民や生活者が、自分たちの安全とは本当は何なのか、国民の生活や生命の安全が脅かされている今、私たちはまた再び自らの安全の主権を取り戻す年にしなければなりません。皆さん、統一朝鮮も近い、それから政党はですね、残念ながら今いらっしゃる皆さんを除いてですね、なかなか国会が機能していない。しかし、まあこれからするんでしょう。これからは政党に対して私たち市民が一緒に力を尽くして、新しい日本、これから戦争に向かわない日本を作らなければいけません。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、ミック事務局次長、インポールローレンの岩崎忠明さんです。よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました、マスコミ、メディア関係で働いている労働者が集まり、日本マスコミ文化情報労組会、略称ミックで、事務局次長をしております岩崎と申します。発言の機会をいただきましてありがとうございます。昨年12月に、初めて、特定秘密保護法の摘発ということが行われましたので、この件について発言します。特定秘密保護法違反ということで、海上自衛隊の一等海佐が
昨年12月26日に懲戒免職処分とされた上で、書類送検されました。特定秘密の内容については明らかでありませんし、またその秘密を聞いた方の、自衛隊の OB についてもですね、処分されていないということですけれども、この特定秘密保護法はその情報漏洩をそこのかした側もですね、摘発の対象にできるということで、私たち、メディアで働いているあの記者とかですね、ディレクターとか、日常的に、政府の情報をですね、いろいろこう聞いていく、その中で、政府が勝手に特定秘密に指定しているので、私たちが聞いている情報が特定秘密に該当するかどうかですね、聞いている側は分からないです。でそれをいきなりですね、一方的にこう摘発できるという意味で、私たちの日常の仕事でいつ逮捕されるか分からないという、そういう極めて問題のある法律だということで、2014年の特定秘密保護法の制定の前からですね、私たちとしてはですね、この法律の廃止を求めて、取り組みを続けてきました、秘密保護法廃止実行委員会にも参加し、その後共同代表実行委員会にも行って参加しています。そしてこの12月にですね、その処分を発表した会長幕僚長の会見の中 で今回のこの一層改革の摘発が、メディアの取材行為などについて一体影響あるのかどうかということについて、記者が質問したところですね、幕僚長は、適正な窓口での取材というのは従来と同じく対応できるものというふうに言っているというふうに言っています。この言い方がまさに特定秘密保護法の性格そのものを表しているというふうに思います。特定秘密とは何か、そして適正な取材窓口とは何かということをですね、政府行政が勝手に恣意的に判断して決められるということを言っているわけです。逆に言えば、適正な取材でないというふうに行政側が認めたら、いつでもそれをですね、摘発、逮捕の対象にできるということを言っているんじゃないかと思います。そういう意味で、今回実際に摘発が、ここ10年近くなかったわけですけれども、摘発されたということで、ますますですね、この一般市民に対しても特定秘密保護法の適用の危険性が高まっているというふうに言えると思います。もともと日本の政府はですね、情報公開非常に貧弱です。しかも安倍政権時代にはですね、公文書の改ざんとか隠蔽とかを平気で繰り返してきたわけです。その上でなおですね、自分たちの都合の悪い情報を知ろうとした人をですね、どんどんこう逮捕するという、まさに暗黒社会をですね、招こうというふうにしているかと思います。先ほどから皆さんのお話にもある通り、今防衛費の大幅増額で増税までしてですね、日本の防衛力を強化しようという、予算が立てられて、この今日から始まる国会審議をされますけれども、こうした中で、防衛省内の対中国穏健派にですね、ある種恫喝をかけて、政府の言うことを聞かせるという一種の綱紀粛正のための見せしめの摘発がなかったのであったのではないかという見方も出ています。このようにしてだんだん私たちの表現の自由がですね、どんどん崩されていっているというふうに認識すべき問題だと思います。やがてですね、ここでみんなで集まってですね、反対の声を上げるということも自由にできなくなるような社会になってしまうかもしれません。でこのまま黙っていたら、そういう社会を招いてしまうということ で絶対にそういうことがないように、私たちもメディアで働く者と市民と連帯してですね、どんどん声を上げて政府を監視してですね、間違ったことをですね、少しでも反応させるように頑張っていきたいというふうに考えています。以上、メディアの報道者を代表しての連帯だったとさせていただきます。ありがとうございました。それでは市民の発言の最後になります。移住者と連帯する全国ネットワーク事務局長の山岸素子さんです。よろしくお願いいたします。皆さん入ってますかね。こんにちは。今紹介いただきました移住者と連帯する全国ネットワーク移住連の事務局長山岸と申します。私は、難民の支援団体を代表して、今国会に、今日から始まる本国会に再提出されようとしている
入管難民法の改定に反対する立場からアピールをさせていただきます。皆さん非常にご記憶のことが大きいと思うんですけど、2021年この入管法はここで皆さんで大きな反対の声を上げて、さまざまな署名活動、国会前行動、SNS での反対の声を上げて廃案とすることができました。ところが今国会でまたその骨格がほぼ同じ内容の法案が提出されるということが報道もされていますし、実際にもう国会で説明がされています。で、私たちは民間民支援団体、それから国際人権団体などで先週7団体で共同声明を出しまして、難民を虐げ、在留資格のない人の命を危うくする法案はもうやめてください、入管法改定案の再提出に反対しますという声明を出しております。また次々と弁護士団体や他の市民団体、当事者団体からも声が上がっています。ではこの法案はどんな問題点があるのでしょうか。まず最初に申し上げておきたいのは、難民申請者の人でさえ存在を可能にするということです。今難民申請中の人は日本では送還がもちろんできません。当然の国際難民条約に保障されている権利です。ところが今回の法案では難民申請が3回以上の人は送還、強制送還をできるようにしてしまうという恐ろしい内容を組んでるんですね。それですので2021年は本当に大きな皆さんのあまりにも非人道的という声が上がって反対になりました。さらに2点目には2021年に牛島サンタマリさん、スリランカの女性の本当に痛ましい死亡事件が起こりまして、皆さんの共感、入管収容施設でどんなひどいことが起こられているのか、多くの共感を呼びました。ところがその後入管は今回、調査報告の中でも牛島さんの死亡の真相を全く明らかにしておりません。現在の3部裁判が継続中ですけれども、この中でビデオ開示等がまだまだこれからも追及されていくべきことだと思います。さらにこの事件を受けたにもかかわらず、今回の法案の中では収容制度を抜本的に全く一切手をつけていないというような状況になっています。例えば国際人権上では、収容期間の上限を定めるだとか、司法による判断は動く、こういうことが常識となっていますけれども、日本の法律の中では全くそれがないまま無期限の収容が可能となっています。でさらに在留資格がない日本で、国外退去命令を受けた人の外国人の中にも帰国できない事情がある人がたくさんいます。例えば日本生まれ日本育ちの今例えばもう20歳ぐらい大学に行っているような子どもたちがいる家族、そういった人たちもこの中に含まれています。ところが今回の法案ではそういった人たちに刑事罰を科すという内容が入っています。そうしますと私の知っている子どもたちももう20歳超えて大学生ですけれども、この法案が通ったら私は収容されるのか、それから刑事罰則も課されるのか、さらには送還されてしまうかもしれない、そういった恐れを本当に抱いているんです。ですので私たちはこの法案を断固として反対しますが、まずは再提出自体に強く抗議し反対していきたいと思っています。今今週ぐらいからですね、皆さんにまた、署名の呼び込みですとか、SNS のキャンペーンの呼びかけをさせていただきますので、ぜひ皆さんと一緒に声を上げたいと思っています。そして私たちが本当に目指す共生社会というのは、もちろんこの法案がそのままでいい、この法律がそのままでいいと思っているわけではありません。収容制度を抜本的に改善し、そして難民の受け入れをウクライナの人たちが社会の中で少しずつ受け入れられているように、他のたくさんの国籍の人たちも難民として受け入れられる社会、そして在留資格がない人も含め日本人、外国人、国籍を問わず共生できる、本当に全ての人が人として人権を尊重されるような社会、それを作る法律は可能です。私たちはそれを目指して頑張っていきたいと思います。ぜひ皆さんと一緒に力を合わせて頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは長時間にわたりだんだん寒くなってきました。皆さん大丈夫でしょうか。最後に今日の集会の最後に行動提起を選任会の田中さんからお願いしたいと思います。寒い中皆さんお疲れ様です。日本は
戦争しない国として世界に認められ高い評価を受けてきましたが、今の日本政府はこの基本姿勢を変えようとしています。何か問題が起きたときに、今までの日本は暴力的な手段は使わないし所有もしないということを宣言して問題解決の努力をする国でした。しかし今の政府がしようとしていることは、こちらからも暴力を振るう用意があることを宣言し、暴力の手段を実際に所有し、その力を背景に解決しようとする国に変わるということです。このような基本政策の大転換がアメリカからの要求や一部の政治家の保身や権力闘争のために決められてしまうということを絶対に許してはなりません。世界各国で物価高や低賃金に対して大規模なデモやパレードが行われています。政府に対する要求や怒りを自由に表現するのは私たち民主主義社会では当然の権利です。さまざまな形で意見表明をし、国会での戦いに連携する当面の総掛かり行動実行委員会の戦いについて行動提起をさせていただきます。まず1月27日です。夜6時半から日比谷野外音楽堂におきまして、辺野古の基地建設中止を求める署名活動の盛り上がりと原爆書10年を記念した集会とデモを行います。続いて1月28日午後2時から新宿駅東南口において開店のウィメンズアクションを行います。テーマカラーはミモザカラー、ミモザイエロー、このものを身につけてご参加をお願いいたします。続いて1月31日夜6時から衆議院第一会館国際会議室において敵基地攻撃能力保有の閣議決定に反対する市民集会が開催されます。続いて2月13日夜6時から新宿駅東南口において街頭宣伝行動署名活動を行います。続いて2月19日午後2時からこの同じ場所議員会館前において第87回なる19日行動を行います。2月19日は日曜日ですので午後2時からの開催となります。それから2月24日です。今日ビラを配らせていただきましたが、夜6時半から日比谷野音におきまして、ウクライナ戦争の即時停戦と原子力発電所への軍事攻撃を糾弾する集会とデモを行います。それぞれの行動に多くの方が参加していただけるようお願いを申し上げます。最後になりますが、今日の集会参加者は400人の方にお集まりをいただきました。寒い日が続きますが、体に気をつけて共に頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこれをもちまして今日の集会を終わりたいと思います。皆さん気をつけてお帰りください。お疲れ様でした。